バーラスチャンネル。どうも、もぐらです。その相方です。その相方です。どうも、皆さんこんにちは、久保よしのりです。エッサです。そんなことはどうでもいいんだよ。俺が持ってきた企画をやるんだよ。ということで、今回は役者目線の映画紹介をしていきたいと思います。映画っすか。はい、そうです。映画紹介です。どうしよう、最近なんかアニメばっかり見てるんで。じゃあアニメでいき、あ、いや、映画アニメでいきましょうか。あ、いいですか。いきましょう。あ、じゃあ僕からいきますかね。なんだろう、最近見て面白かったやつは、あ、でも、オットタクシーって知ってますか。あ、なんか聞いたことあるか。はい、アニメなんですけど、で僕はネットフリックスで一気見したんですけど、今度4月に映画化も決まってる作品なんですよ。おい、あの異例の人気で映画化まで行ったっていう。はい、一応もう話自体は完結してるんですけど、はいはい、あのちょっとまだ語られてないっていうか、ちょっとまだ謎がちょっと若干残ってる感じで、そう、まあ、その辺を回収していくのかなっていう感じだと思うんですけど、まあどんな作品かと言いますと、登場人物全員動物なんですよ。登場人物は全員動物で、うん、犬やら猫やらライオンやらキリンやらカバやら、なんかいろんな、本当いろんな動物。魚類はいる。いや、魚類はいなかった気がしますね。いないんだ。全部哺乳類とか。おい、そうそうそう。主人公は、はい、トドです。トドのタクシー運転手。誰がトドやねん。で、トドの、え、いや、あんたのことじゃないよ。続けて。で、トドのタクシー運転手、はいはい、年齢は多分30、40くらいのおっさんのタクシー運転手なんですけど、 CV が大夏樹さんっていう。ちょっとこの時点で若干面白いんですで、そのタクシー運転手の周りでいろいろなトラブルっていうか事件とかがいろいろ起きます、うん、で、そのタクシー運転手もそれに巻き込まれている、うん、そのうちに、そのタクシー運転手には実はあるちょっと秘密がありまして、うん、それがだんだん物語とともに解き明かされていくっていうような話なんですよね。殺し屋だったりして。あー、いや、そんなんではない。そこまで物騒ではないんですけど、で、この作品何がすごいかって、はい、まあ、まず構成とかも話の流れとか、うん、そういった感じで引き込まれていくっていうのはそうなんですけど、うん、まあ、やっぱり演技力皆さんすごいなっていうふうに思ってて、はい、主人公の花江夏樹さんは、いや、最初花江夏樹さんってほら鬼滅の刃の炭治郎とか、うん、まあ、ああいった少年系とか爽やかな感じのイメージしかないっていうか、大体の人そっちのイメージだと思うんですよ、うん、俺が、うん、おっさんの役をやるんですよ、うん、で、確かに最初若干違和感ありました、うんうん、これ全然声質と合ってないじゃんね、この役。はいはい、うん、確かに若干違和感あったんですけど、どん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 そんな感じしなくなってきますね。馴染んでいきますね。さすが、本当に今を羽ばたく、今をきらめく、あのトップ、羽ばたくきらめくのどっち、声優なんで、はい、いや、さすがだなっていうふうに思いましたね、はい、その辺の演技力もちょっと注目していただきたい作品ですね。はい、はいはい、Netflix で多分全話見れるんで、見たことない方はぜひ見ていただければと思いますね、僕は。これちょっとネタバレチックになっちゃうんですけど、あるキャラクターが、まあ、だいぶやばい闇を抱えてまして、はい、まあ、でも正直それは終盤になるまで全く分かんないんですよ。演技とか、あと構成とか、そういった感じの隠し方もうまいなっていうのは思いましたね。あと、かつボイスドラマっていうのが別にあって、はい、YouTube で多分上がってるんですけど、こうそれを、聞くこと、物語の裏側でこんなことが起きてますよみたいな感じの内容の、ボイスドラマなんですよ、うん、それを、一緒に聞いてもらうと、すごく物語のこう深さっていうのがよく分かってくるんじゃないかなっていうふうに思います。で、それを全部踏まえた上で、4月の映画ご期待ください。じゃあ次、エセイさんの方なんですよ。そうですね、この企画持ち込んで来たんで、うん、ある程度の準備はさせていただいております。カンペ見てます、カンペ。2つ紹介するか。2つで、1つはちょっと、はい、多分知らない人も多いと思うんですけど、なんだろう、今年あの劇団四季がミュージカルやります。
劇団四季がミュージカル、はい、化け物の子です。化け物の子、はい、なんか聞いたことありますね。これあると思います。あの2015年ぐらいに、はい、多分あの夏頃だったかな、うん、公開された細田守さんも監督をされたアニメ映画だね、はいはいはい、を今回ご紹介させていただきます、はい。ストーリーとしては主人公の少年がいまして、この子なんかどうやら警察に追われてたりして、まあ、親がいるのかいないのかどっちだみたいな感じの、まあ、いわゆるスラムボーイ、ストリートチルドレン的な感じになってるのかな、日本の中の。で雨の中その人間界にやってきたその化け物、あの熊鉄っていうんですけど、その子を見つけてなんか保護をしたと、はい、で自分たちの世界に連れてきて育てて、その育てるプラス弟子にして育てていくと。なるほど。で2人でいろいろありながらもこうお互い成長していって、うん、でその間でそのいわゆる獣人の暮らす世界でまあいろいろこうトラブルがあり、人間界にこの被害が出ていって、でそのそれに対するいわゆる主人公のボーイたちが、うん、来て熊徹がどうなっていくのか、うん、っていうようなお話になっております。その役者目線で言えばどういったところがここを見るべきなのかなとか、あれがあるんですか。この作品に関しては人気俳優さんが出てまして、ああよくあるね、あのアニメ映画によくあるパターンが、はい、で人気俳優さんプラス、うん、超有名大御所役者、はいはい、お二方が出ているので、うん、どれだけその演技の差があるのかっていうのが、はいはいはい、明確に如実に出てるんですよ。実に出てるんですよ。その大物俳優さんは、はい、結構その舞台とかで活躍される人なんで、されてる人なんで、なるほど、めちゃくちゃ演技やばいです。演技やばい。やばいです。やばいですか。よくその声優をだけやってる人は、うん、そういう演技が上手くなるじゃないですか。はいはい。ただそのドラマとかに出てる方って自分の全てで表現しちゃってるんで、はい、そのちょっと視点が違うんですよね、はい、声優の演技をやる方と比べると視点がちょっと違ってくるんで、うん、なかなかそういう方が声優の方での芝居をするとちょっと違和感が出ちゃう、声の乗せ方とか、そういったドラマをやる方は自分の姿含めてその役をやると思うんですけど、はい、声優だと声だけで全てを表現しなきゃいけないので、そうですね、だそこが多分ちょっとズレが出てきてるのかな、うん、結構なんかいろんな作品見ててもやっぱりそのズレっていうのが多い人はやっぱ多いのかなっていうのはすごい感じてるんですよね、はい、でそれが、まあ、いわゆる舞台を中心にしてる役者さんがバッと出ました、まあ、多分アニメ映画がそこそこ出てるとは思うんですけど、うん、まあ、それ出た瞬間にザ・カマテツ、あ、言っちゃった言っちゃったけどすげえ言っちゃったけど、ザ・クマテツ、まあ、そのクマテツを演じられてる方がすごい、もう、ザ・クマテツって感じ。なんて方なんですか。有名ですよ。誰ですか。役所の工事さんじゃないですか。役所工事さん、役所の工事じゃないですか。役所の工事さんですか。役所の工事さん、その舞台もやられてる方なんで、やっぱその多分捉え方が似てるんでしょうね、うんうん、あの舞台やられてるっていうところでのその声優のその演技の仕方というか、うん、多分似てる部分があるんだと思うんですけど、でそれでだいぶうまいな、でその役所広司さんがすごいと、で若手俳優さんがおおんみたいな感じになっちゃうっていう、おお見てたおおんおおんみたいな感じになっちゃうっていうような、まあちょっとうますぎて、ね、感じなんで、うますぎてちょっと差がすごいみたいな、だからこの差が多分その一つの作品を見るだけですぐに分かるっていう、ああなるほど、感じなんですよ。この話を見てじゃあ役者として何が勉強になるかというと、これ舞台の大切さなんですよ。ドラマだとどうしてもカメラがあって役者さんがいるんで、うんうん、どうしてもこの相手プラスカメラっていう2視点なんですよね、うんうん、その自分が意識するべきっていうところが、うんうん、でただ、声優だったりとか舞台とかになってくるとそれが3視点とかになってくるん で、うんうん、でそれを考えるとやっぱその見てる部分があるのかなっていう、そのいろいろ重なって同じなのかなっていう、なるほど、アニメとかで声優をやられる感覚っていう、なるほど、っていう部分ではそのやられるんであれば舞台の重要性っていうのもすごく感じれるのかなっていう。化け物の子ぜひ皆さん見てください。 DVD ブルーレイでどうぞ。僕も見てます。本当だ。じゃあ次2本目ですか。で2本目です。これは洋画に当たります。洋画、なるほど。でも洋画もね、ほら吹き替えはやっぱり
声優ですからね、日本の。題名がですね、ギルティ。罪ですか。ギルティという。罪ですよ、ギルティです、皆さん。罪です、罪。映画でした。やばそうですよ、なんか。これ何やらやばそうな雰囲気だな。はい、デンマークの作品なんですよ、はい。デンマークが舞台になっている、いわゆる警察のオペータルール。はい、その例えば110番します。で、オペレーターセンターに繋がれて、れてでそこからまた警察官に行くとか、あそう、警察官教育地域のところに行くとかっていう感じになる、うん。そのオペレータールームが舞台です。110番かけた先のそうですところの舞台。ところのか。あ、なるほど。で、この映画、はい、すごいのかな、この作品としてすごいのかな、はい、このオペレータールームの絵しか出ないです。オペレータールームしか出ない。出ないです。この外の映像は出ないです、一切。その最初から現場の映像とか事件の映像とかないですか。一切出ないです。オペレータールームといわれるその一室から一切絵は動きません。へー、なかなか予算がかかってなさそうですね。予算かかってないね、多分これね相当稼いだんじゃねこれすげえ稼いだんじゃねこの感じで、ね、そこの部屋だけ使えばいいの。そうそう、部屋と衣装代と電話するその役者さんだけど、そうですよね。主人公のそのオペレートをする人とプラスその同僚とかが後ろにいるんですけど、ほぼ絡まないんですよ。なんでほぼほぼその人の一人の演技プラス電話先も役者さんの演技、これ全てが電話越しで話がどん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 進んでいくんですよ。見る小説かな、全てがその役者さんの声から自分が想像して、あ、こうなってる、あ、なってる、あ、やばいやばいってどんどん想像していって、え、これどうなる、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 あってなるような映画なんですよ。へえ。その電話から聞こえる、まあ、声と音だけで誘拐事件というか、それを解決するっていうシンプルな設定なんですけど、誘拐事件、そうなんです。あ、もう舞台なんですね。そうなんです。ただこの主人公が話が進むにつれて、はい、どうやらその人自身も何かの罪に問われているっていう。罪、その原因になった罪って何なのかっていうのが、はい、これ実は一番最後に解き明かされます。ほう。徐々に徐々になんとなく分かっていって、最後それが完全に解き明かされます。まあ、いわゆるどんどんどんでん返しが来る。そうですね、どんでん返しがどん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 かかってくる。なるほど。でしかもこの話、主人公の中に、最後どうなるか。なるほど。だいぶ内容いっちゃってますけどね。いや、でもこれ聞いてても最後の最後で、あ、すげえって思います。そうなんだ。いかにその人が声のお芝居だけで状況をリアルに伝えられるか。お、これの能力がめちゃくちゃ分かる映画です。へえ。それは声優を目指している人からすれば見た方がいいかもしれない。見た方がいいと思います。やってる人からすると顔がない、声だけでそれを演じなきゃいけない、なかなか大変ですよね。まあそうですね。そういうのがもう全て詰まっている方っていう映画になってるんで、これはぜひ見た方がいいです。皆さん見てください。ぜひ見た方がいいです、この2つ。はい、化け物の子、劇団四季やってますんで、と、いや、ギルティ、ギルティ、ギルティですね、という洋画ですね。この2本、うん、プラスオートタクシー、ぜひ見てください。見ないとギルティです。うまいこと言ったね。それではまた次回、次回。どういう話かな。